私は物申したい。マリちゃん随分顔がおっさん臭くなりましたね。なんで黄色の部分が空いてんのに私てっぺんのおっさんなんだよ。好物はワンカップ大関。一番上の適任者でしょ。異論はないです。まあでもお前らだるま落としって知ってるか。一番上のだるまをケチョンケチョンにする遊びですよね。逆だよ。私を倒さないようにしたのお前らの部分を思いっきり叩いて外に出すゲーム。だから痛い思いするのはお前らの誰かってこと。痛いのは嫌なんですけど。一番下は狙われにくい気がする。あ、そろそろ始めるみたいよ。頼むから私は狙わないで。いてよ。ここの孫、遊び方分かってなかったみたいですね。ということで今回はこのだるま落とし5姉妹がスプラ実況やっていきます。霊夢頭伸びた。マリサに引っ張られた。はい、ということで今回は私がプレイしていきまーす。そんなことで貯めるな貯めるな。今回私はプレイしていきまーせーん。わかっとるわ。なんか今回雰囲気がいつもと違くないか。神社のような神聖な感じな場所ですね。まあ、楽なんだが。待つんじゃー。赤レンジャー。そういうことじゃないんだ。お、ギャングスターマツコ。デラックスかよ。お前さん、なかなか腕が立つと見える。あ、やっぱりわかっちゃいます。わしらの手下にならんか。そしたらお宝を半分くれてやってもよいぞ。言ってることドラクエの UO と一緒じゃねえか。黙ってたらイエスになるぞ。なるほど、さすがはバンカラモンじゃな。まだここのルール分かってないですね。言葉などいらん、拳で語れというか。そうなるのか。イエローウツボ、カモン。蛇使いかよ。いや、ウツボ使いですね。え、誰ですか私の名前を気安く呼ぶのは。僕だよ、僕。本当に誰。そーら祭りじゃ。ということでマツコさん、行きますよ。マツコじゃないですね、ウツホです。サヤヤちゃん、僕のこと忘れちゃったの。すごい大量のエビフライです。しばらく食費が浮きそうね。こんな気味悪いの食べる気にならないんだが。サヤヤちゃん、なんで無視するの。さっきからこれ誰が喋ってんですか。ボンジュールヨシオじゃない。毎回出てきすぎだろボンジュールヨシオ。僕はあの時から毎日毎日毎日サヤヤ。ウツボ全部倒したみたいですね。箱の動きが止まったぞ。え、箱。私の思い違いでなければ、もしかしてこの上に何かが。上に何があるっていうの。あ、ウツホが目回してる。サヤヤちゃん、やっぱり僕のこと忘れてなかったんだね。お前一体誰なんだよ。僕はタコツボボクスの生まれ変わりさ。ニッヒ、やりおるな。ちょっと今僕が喋ってるんだけど邪魔しない。わしの本気見せようかの。ウツボの数が増えたー。とっとご覧あれじゃ。で、何の話してたんだっけ。うなぎとアナゴの違いについてですね。ええよ、僕はタコツボックスの生まれ変わりって言ってんの。そうですか、ご苦労様です。あ、今ハンコ持ってきますね。家サイン不要なんて、なんで荷物配達のお兄さんみたいな扱いされてんだよ。家荷物配達のおじいさん扱いです。ちょっと黙ってもらえますか。僕この日のために角で回転する技身につけた。ちょっと黙っとけって言ってんだろ。トイレに流すぞ。今集中してん。はい、今回は本当に流してきたので、これでゆっくりと実況ができますね。僕はここにいるよ。懲りないやつだな。タコツボックスって言えば昨夜のこと大好きなヤンデレ箱よね。ヤンデレ箱ってなんか闇が深そうな箱だな。あと少し、あと少しで全部のウツボ倒せそう。あと残り1匹だな。それを倒したらサヤヤちゃんが僕の皮膚を塗ってその中に入って移動してくれる。マジで気持ち悪いんですけど。てか主役はウツホのはずなのに、あの箱のキャラがえぐって全部持ってかれてるじゃねえか。待っててください、黙らせますから。サヤヤちゃんが僕の皮膚に。連続でトイレに流しても全然効いてねえよ。次の攻撃がおそらく最後の攻撃だと思うので、そこで黙らせます。箱もろとも。なんじゃと。頭のドーナツ美味しそう。コロッケじゃなくて。もうどうなっても知らん。うげえすごい量のウツボ。あの箱の中どうなってんだよ。行くぞ全力フルパワー。覚悟するのじゃ。ここ倒されると終わっちゃうから、さすがに僕も全力。おや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 。先じゃん。ここで終わってしまったらまたしばらく。なんだこのウツボの数。いや、なんか今いい感じなシーンだったみたいだけど。そんなの知らねえわ。マスノスケなんとかして。さすがのマスノスケもこれにはお手上げ。これはあれを使うしかない。スーパーシャ。完全に使うタイミングを間違った。マスノスケ、行け。マスノスケ瞬殺。さっきからそのマスノスケって誰。僕じゃない男と付き合ってるの。まあ男といえば男かな。許さない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 。この世界観にマジでそういうのやめて。ダメだ。この数をどうにもできない。さややちゃん、諦めて僕と一緒に来るならもう許してあげるよ。お前にそんな権限ねえよ。マスノスケ頼ります。ダメだ、マスノスケ完全にスルーされてるわ。だからそのマスノスケって誰なんだよ。あいつだけスルーできないようだが。このタイミングのスパチャクならどうですか。全然減らせてない。何？これどうすればいいんですか。僕と結婚すればいいんだ。気持ち悪いんで黙っててください。これ武器の攻撃だけじゃ無理な気がするんですが。じゃあ精神面からチクチクやってく。陰湿すぎんだろ、やめろ。ウツボのタイムアップのようね。これ耐えながら数減らしていけばいいだけなんじゃない。一気に倒さなくてもいいってことですか。チチチチチチチ
違うよ。絶対当たりだぞあれ。それが分かればもう負ける気がしませんね。違うって、僕の中でウツボは大量生産されていくんだって。それはそれで気持ち悪い。ちょっと待って、集合体恐怖症には辛い映像。そんなんでメイドが務まるのか。関係ねえんだよ。いやでもそんなことより今は数を減らさないと。もうそんな戦いやめちゃいなよ。僕年収1億あるから一緒に行こう。絶対嘘だぞあれ。末永くよろしくお願いします。お前に言ってないんだよ。あいつ年収ゼロだよゼロ。ミンチにしておしまい。手のひらくるくるじゃねえか。 YouTuber になって将来1億稼ぐ予定だから。 YouTube の世界そんな甘くねえんだよ。ウツボが出てきました。ここで肩をつけます。って、え、本当にこれ数減ってます？ほらさややちゃんは僕には勝てないんだよ。さっきから顔つきの気悪いや。は、お前誰だよ。マスノスケだよ。お前がマスノスケか。やめて、私のために争わないで。お前それ言ってみたかっただけだろ。そんなことよりウツボは年越しよ。ボックス、永遠。危ない危ない、こっちが永遠に葬り去られるところでしたわ。違う違う、僕とさややちゃんは永遠に結ばれる。ここの主役はウツコなんだよ。何主役より目立ってんだよ。ミンチにされたいんか。おい、ボックス、言っておきけどあの人サイコパスですよ。さややちゃんのことは何でも知ってるから。きっしょ、前々回の実況の時靴下に穴が開いてたのも知って。よほどミンチになりたいようだ。このウツボここで全部倒して。私の後ろに出すんじゃねえ。癖になってんだ、男として歩くの。お前はキルアにはなれねえんだよ。バッチャバッチャインクの音させやがって。それに気づかず背後取られてた人ですよね。一生の深く。次はさややちゃんの苦手な攻撃だよ。これは集合体恐怖症の私に聞く。まだ全然数残ってるわね。ここで使ったらどうです。スーパーチャッチ。お、結構数減らせたんじゃね。さややちゃん、ほら向こうに高田純次がいるよ。なんでその嘘で気逸らせると思った。これで終わりのようですね。さややちゃん本当にいいの？4年に一度しか会えなくなっちゃうんだよ。ワールドカップかよ。もう永遠に会えなくなっても構わないです。この勝負あなたの負けです。いやなんか昨夜 VS ボックスみたいになってるけど違うからね。ウツコ VS3 号だからね。いやでもこの箱今までで一番強かったかもしれません。ぐー、まさかここまでの腕前とは。ふん、これでスリミ連合に勝ったと思うなよ。覚えてやがれなのじゃ。俺ここまでなのー。さようなら、ウツボックス。勝手に名前つけんな。はい、ということで今回はリクエストでゆっくりのテンポの実況が見たいということでゆっくり喋ってみましたが、いかがだったでしょうか。なんか口が回らないと思いましたよ。で、なにこれ？当たり目じゃなくね？これが強い反応を示してたのか。3号お疲れ様ー。じいちゃんはいなかったみたいだね。トリム、いただいたお宝はここに置いとこか。だし、応答されたしー。あ、おじいちゃんからの通信。じいちゃん、今どこにいるの？お主ら無事じゃったか。こっちのセリフだよーもー。ここは真っ暗でようわからんが、狭い部屋のようじゃ、なんとか脱出できんか試してみるわい。こっちも探してみるから無理せんようにね。なんかあったらすぐ知らせてー。じいちゃん無事でよかったね。よーし、次の反応を調べに行こう。これの何がお宝なのかわからんが、とりあえずここのエリアは終了だな。次からは新しいエリアになります。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。